日常演舞の自分なりへようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。明治のブラックチョコレートパックとミルクチョコレートパックを食べたいと思います。どちらのチョコレートの方が美味しいのかな。それでお手軽そうな感じもします。まずは見た目を。チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと見ててくださいね。これこういう風に引き出すとお手軽になせるんです。まるでガムみたいですね。ではまずはミルクチョコレートの方から。チョコレートおなじみの包み紙を開けると、はい、こんな風になってます。明治って書いてますね。ではいただきます。飴やガムのように味わうチョコレートということなんでしょうが、せっかちな人にはちょっと向かないですね、これ。まあチョコレートとしては美味しいんですけどね。ミルクチョコレートはやっぱり甘めのチョコレートで、口に入れた瞬間に甘さが広がってきましたね。でブラックチョコレートはやっぱりビターで苦め、口に入れた瞬間に苦みが口の中に広がって、で噛まずに溶かしてて書いてあるんですけど、やっぱり自分はせっかちなので噛んでしまいますね。おそらく飴みたいに口の中で舐め回してということなのでしょうが、その飴すらも噛んでしまう自分はちょっとじれったいなと思ってしまいます。なのであくまで自分の主観なのですが、自分とはちょっとコンセプトが合わないかなという部分がありましたので、チョコレートとしては美味しいのですが、こちらの定数とさせていただきます。ちなみにカカオポリフェノールはブラックの方が倍近く多いので、まあ、こっち29でこっち53と書かれています。なのでカカオポリフェノールの出方はブラックをおすすめしますね。はい、それではいつもだとここでカードを切って箱を読むのですが、食べてる最中にこちらの引き出した箱の中にこういった漫画が書いてあることに気づきました。なので今日はこの漫画を読んでいきましょう。疲れた。お疲れ様です。一息入れましょう。一息？すみません、仕事します。1万息ならいいよ。いや、1万倍にして休んでどうするんですか。そして誰かやってくれる人いないのか。部長、ここは思い切って網だくじで決めませんか。そうだな、このまま無駄に時間が過ぎるのもよくない。よし、網だくじを用意してくれ。はい。いや、逆に長引かない。さすがにサボりたいんでしょうね、この方。でこっちが1でこっちが6って書かれているので、最低でも2から4のあと4つのバリエーションがあるということなんでしょうね。このバリエーションをコンプリートするような楽しさもあるということなんでしょうか。まあさすがに自分はちょっとコンプリートは無理かな。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。